立憲民主党と国民民主党は、政治資金規正法の改正案を共同提出する方向で協議を始めましたなんかちょっと問題になった部分だけ、手直しすればいいという、まあ、今の総理の、ね、発想自身が全く受けられませんね。 目先だけでやったふりのようなそういう改正でおためごかしでごまかそうとしているとしか見えないそういう理念のないところが私は一番の問題だという立憲民主党の岡田幹事長と国民民主党の古川国対委員長らが会談し政治改革についての両党の考え方について協議しました。政治資金規正法を改正するにあたり 政策活動費の見直しなど政治資金の透明化や連座性を導入し政治家への罰則強化政治資金を監督する第三者機関の設置の3点で両党が一致していることを確認しました今後それぞれが法案の調整を行った上で両党が合意すれば来週早々にも改正案を共同提出する方針です